行くのかな、そっちの方も。で、京丹波和地、これで綾部市まで入れるんだ。いいね。福知山の方が先に来るんですね。違うか、あれはそっから福知山の方に先に抜けれますよみたいな言ったかな。
阿波の橋立方面にいるときはとりあえず大丈夫でしょ。え、なんか出てる、どこ、鶴ヶ今城災害ということで、ああ豪雨でね、今あっちの北陸の方えらいことになってますもんね。だから前園方面か、あっちの方からそのずっと先行ったところですね、鶴ヶですから。福井の方はやっぱちょっと大変なんですね。そっか、若狭道もダメなんだ。で、天の橋立方面、宮津とかの方でね、こっちの方行くときはいいですから、その宮津天の橋立からさらにちょっと人越えしたところの方にあるみたいですからね。まだまだこのまま京都縦貫道で行きましょう。よし、天の橋立て、今のペースだったら本当また4時に天の橋立てですよね。あれがでも2015年なんですよね。7年か、7年経つのか、早いな。何トンネル？読めなかった。結構あの草が生い茂ってきてましたね。案内の看板が緑だね。緑のところを緑で隠されて全く読めないですね。で、ただすごいな。3時間でこんなとこまで来れんかな。安定したスピードで走らせてもらえてるんで、クソ燃費いいですねこれ。舞鶴のちょうど本当西の方
方ですよね。西舞鶴よりも全然全然西側の方だと思います。そのスペースがある。鹿注意、まあ、確かに出そうですもんね、これは。で、由良川パーキングエリアの由良川ね、1キロ高速最後のトイレらしいです。とりあえず一旦頭にも軽く叩き込んでおきます。言うて昭和生まれなんで、言うて地図見てね、叩き込んでね、行くっていうのはね、それなりにできるんでね、まさかの T 字の方なの。なかなか高速で見ない構造ですよね。うわぁ、これ止めたらいいか。はぁ、走ってきた。あ、意外と綺麗じゃん。へぇ、こんな感じで結構綺麗ですね。トイレも綺麗じゃん。いいじゃん。綺麗そうですね。ズームで女子トイレの方映すと、なんか、完全な演出者ですかね。スモーキングエリアとかもあるし、下もちょっと降りれるのかな。つまり、結論。もうちょっとね、トイレしたいんだな。近すぎるだろ、俺トイレ。なんかあったらスマホで撮りますわ。うん。